まるでパーティーに来たみたいな気分ですね。体験してみたいと思います。最初もう暗くて何が始まるんかなとすごい不安だったんですけど、いざ音楽が始まると乗せられちゃって、普段以上の実力というか限界を突破できた気がしますね。フラフラです一人きりで運動するよりかは、こうやって暗闇で爆音で、そして照明だったり、この映像だったりがある中でやるだけでもストレス発散にもなりますし、没入して、音楽に没入して動けることでいつも以上の力を発揮できるので、読んでいただけるかなと思います。弊社の来るお客様って最初、ダイエットしたいとかで、来られるんですけど、結局は楽しいから続けるっていうところで非常に続けているというところが特徴になっております。例えば朝来られる方が多いんですけど、やっぱ朝からもう運動することによって一日のスイッチが入るといいますか、割と頭がクリアになってくる感覚ってあると思うんですね。それのことによって仕事の効率だったりとか、一人で生活が豊かになっていくっていうところで貢献できているのかなと思っております。